いやあ、せつのけいすけだよ。色欲夢見てるわ、夢見てる第6話。来ました、第6話ですよ、皆さん。ほんと作者さんがさ、月1にさ、どんどん新しいの出してくるからね。すっごい毎月毎月楽しみでしょうがない、この色欲シリーズですが、今回はね、なんと夏ということでね、これまでちょっとどっちかと言ったらギャグ寄りに傾いてき始めてきた色欲ですが、今回は結構ホラー要素が強めになっとるらしいです。見てください。でもねこの右の女の人がすっごいエロいです。見てください、この谷間、すっごい谷間を強調してるような服装着てますね。よっしゃ、やっていきたいと思います。奇声面事件ニューゲーム。キャプション、大きな音が鳴ります。音量にご注意ください。これはいつも通りやな。で、これ、決定機を押したら、ディューン。あ、いつもと顔が違う。おい、いつもとって顔が違うぞ。おいおい。お？なんだなんだ？誰だ？おお、不気味。日本人形みたいな顔。めっちゃ息切れとるやね。なんなんこの状況。やった、手に入れたぞ。これがあれば。お、これがあればなんなんや。何だったんやこれがあれば何なのホストクラブドリームス。さて今日も働くか。え、何の音だ。どうわぁ出落ち、謎の主人公の出落ち。え、ちょっと待って。ホラー要素強めじゃなかったっけ。いや、確かに。これは恐ろしい光景だ。恐ろしい光景だが、どう見てもギャグだ、これは。身を挺してギャグに乗り込んでいる主人公。テル、何してるんだ。ギラー。先輩、知りかけ。もう意識が朦朧としてるやないか。お疲れ様です。お前は細字じゃないわ、疲れと。お前の方が疲れてそうじゃん、お前。疲れてるのはお前だよ。うまいね。え、ああ。この星野ニラは吸血鬼でして、前作出たもんな。人間の社会に溶け込んで生活しているんですが、定期的に、調子はないといけないので、こうしてお店に来てもらっているんです。お前は大丈夫かよ。ニーナちゃん、次は私だからね。お前は血は吸わんでいいわ。トマトジュースで我慢しとけ。はーい。ルザー、その次は私ね。あー、別にいいよ。ゆりさんだったら別でいいよ。うん、いいよ、吸っていいよ。首とか言わずにもう唇でキスしよう、キス。ゆりさん、なぜなぜみんなやめないんだ、止めないんだが。あ、リュウガさん、あれやめさせた方がいいっすよ。つうか、なんでテルが血を吸われてるんすか。あー、吸血鬼の子だろ。お金はもらってるし、テルの売り上げになってるから、うちは別にいいけど。よくはねえだろ、お前。何勝手にこれで商売にしてるんじゃ。この店やべえ。まともな人気は俺しかいないのか。キラ先輩だって、じきにこうなる。このノリになる。キラ、先輩。もうさ、なんだ。出る。俺、ナンバーワンホストを目指します。なぜ今それを言う。ちょっと待って、お前、それ死亡フラグにしか聞こえないから。
あとナンバーワンホストはホストでもさ、この感じで後悔ってホストだからな、お前は今。ああ出る。ギラー先輩、俺男になれましたか。あ、男になれたぜ。そうですか、よかった。死ぬなー。なんだこれ、太陽に吠えろなんこれ。ちょっと夕焼けが耳まぶしいぜみたいな、そんな状況なんこれ。昼食シーンかこれは。1時間後。あ、生き返った、はあはあ、助かりました。キラ先輩、どうしたん、輸血したの。テル、お人よしもいいけど、死んだら元の子もないぜ。はい、気をつけます。ごめんね、テル、吸いすぎちゃったの。気をつけてくれよ、ニナ。ガチギレ。テル、騙せてないか。射精射精。テル、客だぞ。あんなことがあったのにさ、よくそんな涼しい顔で客だぞって働いてこいってやみたいな顔言えるよね。いつも通りキラのヘルプでついてくれ。あー出た、あのスタート画面におったすごいエロい人。もうおっぱいの谷間にしか目がいかない。あーでも唇とかつややかだし、メガネもフェチでいいし、っていうかなんか顔がさ、なんかさ、あの顔が断蜜やな、顔が断蜜やな。意識してんのかな、作者さんも。首輪もなんかエロい。ラッシャッセー。わお、ここ寿司やね。あれ片言なんじゃ。え、外国の人。出る、負けんな、攻めろ。はい、ごそごそ。夢見てるです。出た、この名刺の渡し方。わお、ファニースマイル。これをファニースマイルっていう反応する人初めて見たね。おー笑顔だ。はは、面白い人ですね。こっちは別に笑わせに来てるわけではないんやけどな。でも笑ってしまうのはどうかんや。私はジェイソンと言います。なんか男の人みたいな名前やな。え、なんだ ?13 日の金曜日な。ごめん、収録しとってさ、ごめんやけどさ、9日の水曜日やわ。夢見てるさん、あなたを探していました。え?俺ですか?はい。え、何?何?夢見てる伝説?ナンバーワンホストになりそうな、そろそろナンバーワンホストになりそうな男として目つけてる?え?てるくん、結構モテモテじゃん。やるじゃん、君。指名ってことか?はは、ちゃんとお金を払いますよ。そうではなく、私は夢見みみこの息子さんに相談があるのです。え?あ、夢見みみこのこと知っとんじゃ。知った上で来とんじゃ。てる、どうする?一応話を聞いてみますから、キラ先輩は席を外してください。そうか、わかった。変に聞いたらこの人さ、一人で突っ走るからな。どうもありがとう。それじゃ席に座ってください。はい、失礼しまーすと言いながら、俺だったら、この時俺だったら、俺がテル君だったらジェイソンさんの膝の上に座るんやけどな。てるくんもやっぱ男だな。てるくんもやっぱ男だよね。やっぱそこ目にいっちゃうよね。うん、ゆりさんの時もそうだったけど、やっぱ見ちゃうよね、そこ。もう作者さんがさ、誘ってるよね、これ。それで俺に話って何でしょう。このお面を見てください。お面を見てくださいの時にさ、おっぱいを見てきます。ごめんなさいね。お面、おお、来た。問題の、奇声面事件の奇声面が、これ。
不気味なお面ですね。作者の感性を問われますね。これはパラサイトマスク、寄生面と言います。もろ寄生面で出てきちゃったわ。私は日系アメリカ人で、日本人の父とアメリカ人の母がいました。ハーフなんじゃ。このお面は、父が昔、バツバツ県の金属地から持ち出したものです。ですが、私の両親は寄生面の呪いで殺されてしまいました。殺された？おっと、事件の匂いですね。後から分かったことですが、本物の寄生面は夢の中にしかないのです。あ、これ本物じゃないんじゃ。ああ。夢の中に？はい。父が持ち出したこの寄生面は偽物でした。はははは、ざまねえな。偽物の寄生面には呪いがかかっていて、父と母は殺されてしまったのです。偽物の方に呪いがかかっとんじゃ。なんか、本物を取りに、手に入れようとしたら、あって、よう考えたら暴動やった、やっと見つけたって、お父さんか、あれ。お父さんだったんか、あれ。で、やっと見つけたは実は偽物で、呪いにかかって死んだみたいな、そんな感じなんじゃ。そういうことかな。え、これ、呪いがかかってるんですか？そうです。持ってると知ります。あ、あんた普通に出すなよ、お前。その説明先言ってから出せよ、お前。うかつに触ったら死んどるやないか、お前。ほら、ゾーってなってるやん。ゾゾーってなってるやないか。これ、てん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 ってなってるけど、心の中ゾゾーってなってるよ、お前。効果音でゾゾーってなってるから、お前。私は夢に入れる能力を持つあなたを探していました。本物を手に入れたいんかな。そして、この寄生面を一緒に夢の中で封印しに行ってほしいのです。あ、封印しに。あ、そりゃこんな危ないもん持っとったらいつか死ぬよな。呪いがあるんだろう。よく大丈夫ですね、ジェイソンさんは。だから、俺を探していたんですね。イエス。あ、そこは英語なんじゃ。外国人あるある。日本語を喋る外国人あるある。イエスは、はいとは言わずにイエスと言う。出る。行ってやれよ。ちょ、いたんすか、キラ先輩。やっぱり聞いてたか、お前は。全部聞いてたぜ、キラ。キラ先輩だから、キラ。ジェイソンさん、安心してくれ。おいたちがそのお面を封印してやるよ。わー。わー、ありがとう。優しい日本人、大好きです。キラ先輩？あー、キラ先輩の悪い癖が始まった。この人、一人で突っ走るからな。面を俺なのに一人で突っ走るからな、お前。ちょっと待ってください。まだ受けるとは言ってないですよ。全部お兄ちゃんに任せて。ルナ、お前もか。リュウガさん、この人たちを止めてくださいよ。テルを頼ってきてるんだから言ってやれよ。リュウガさん、いや、あんたさ、過去2回ほど勝手に仕事抜け出して、おーいってなっとったじゃないよ、お前。今回もおーいの顔見せてくれよ、お前。一回、もう1話に1回は見せてよ、あの顔。この店にはおいの味方はいないのか。わかりました。引き受けますよ。ただし、ジェイソンさん、報酬士として、あなたのおっぱいでパフパフさせてください。おう、ありがとう、テル。名前覚えられたわ。でも、バツバツ系までどうやって行きましょうか。私は車を持ってますから、それで行きましょう。5人は乗れますよ。この5人はで強調するあたり、誰かが乗れずにさ、うわーってなるパターンのやつじゃ、誰だ？乗れないのは誰だ？5人か、人を選ばないとな。まず、俺は行くだろう。いや、ここでテル君が行かんかったらさ、何のためにテル君呼べたねんって話だから。あと、ルナがいないと夢の出口がわからなくなるからな。そうやな。重要人物。助手。外から赤い糸で誘導してあげるね。ジェイソンさんは、道案内に必要だよな。
あと俺がおっぱい眺めたいっていうそういう理由もあるけど。 OK 任せてください。あと2人か。ニーナちゃんはどう？あ、ちょっとこういう小さい女の子をさあんまり連れて行きたくはないよな。ルナちゃんは必要やけんしょうがないとして。そうか、吸血鬼だから死なないし、ほとんどチートキャラみたいなものだよな。ごめんテル、私日光が当たる場所は行けないよ。吸血鬼にも弱点があったか。ああそうかそうか。あとは私私ここの中ですっごい手挙げてるな。もう授業参観でもさバリバリ手挙げる子供ってさクラスに一人はいるよね。そのタイプですねゆり様。やっぱり頼りになるのはテリーさんかな。なぜテリーさんそのタイミングで出てくるの。確かにさ力仕事をお任せできるしさ、いざ規制面に誰か犠牲されて襲ってきたらさ力ずくで止めれるかもしれんけど。えそれにしたってユリさんもさ目の前に私がいるのになんでここにいないあいつはみたいな感じになっている。チェリーちゃんなら俺が声かけるぜ。キラ先輩お願いしていいですか。ああ、それじゃあ残り2人はキラ先輩とチェリーさんで決まりですね。ユリさんが白黒になっていた。ショッキングショッキングがショッキングストだ。ジェイソンさん、俺たちがついていきますから安心してください。一緒に規制面の呪いを解きましょう。皆さん本当にありがとう。いいんですよ、あなたのおっぱいでパフパフさせてくれれば。では次の休日に迎えに来ます。どうかよろしく。よろしくよ、よろしく。テルと一緒に出かけられると思ったのに。あんた肝試し気分で行こうとしてるだろお前。吊り橋効果を期待してるだろお前。吊り橋効果でテルと距離を縮めるんだみたいなそんな感じだろお前。俺なんて候補にすら上がってないぜ。ちょっと寂しいんじゃ、誘われなくてちょっと寂しいんや。そういうタイプのやつなんじゃ。あ、いろんな反応が見えて面白いなこれ。そしてオープニングテーマ。あのさ、最後の連れ出してほしいが一番さ、強調されとると思うんやけどさ、いやそれ以上にさ、笑うところでもないのにさ、途中でチリちゃんが出てきたところがさ、すっごいつくぼなんやけど。